ケムバイオロジクス株式会社は日本に存在する医薬品製造業、明治ホールディングスの連結主会社、科学及び血清療法研究所のワクチン不正製造、出荷停止問題に関連し、可決権の制約事業を継承するために発足した。可決権が扱っていた人用ワクチン、動物用ワクチン、血小分割製剤の研究、開発、製造、 供給を主力とする。熊本県熊本市北区に本社を置く。2015年に発覚した一連の不正製造、出荷停止問題を受け、可決権は厚生労働省並びに農林水産省より幾度もの業務停止命令や販売自粛を受けていた。一方で可決権の製造する製品には、日本で可決権のみが製造、もしくは可決権の国内シェアが最大で、 代替品がない、シングルサプライ製品が多数あり、戦術の出荷停止で供給が、ストップ、予防接種が行えない事態も発生し、社会問題となっていた。厚生労働大臣、塩崎康久は、本来は、医薬品製造販売業の許可の取り消し処分とすべき、事案、可決権という組織のままで、製造販売を再開することはないとして、事業上とも含めた、 組織の見直しを求めたことから、2016年4月7日に、アステラス製薬へワクチンや血液製剤の製造事業を譲渡する、交渉に入ったが、アステラス製薬との交渉は決裂した。日本の応援ワクチン2017年12月に、明治ホールディングスは可決権の主要事業を譲渡する、ことを決議した。感染症領域に強い明治製菓ファルマとの組むことで、 明治グループの制約事業を強化できると判断された。同日、可決権も理事会で明治グループなどで構成する新会社に7月2日に株式上等を予定する契約書を締結することを決議した。2018年7月2日、可決権は明治グループ、熊本県、熊本県企業グループが出資する新会社であるケムバイオロジクスに事業し、 製造に関与する従業員を同社に移籍させた。可決権は、ケムバイオロジクスの経営に関与しないことから、製薬事業から撤退し、研究機関への研究支援等の公益事業に専念となった。社名のケムは、熊本から海外へ進出していくことを見据え、熊本と明治グループに由来するケムを冠したグローバルかつ、 バイオテクノロジー領域に特化した企業をイメージし、ケムバイオロジクス株式会社と命名した。なお、可決権時代の2016年に発生した熊本地震の影響で製造施設が被災。一時全商品の製造出荷が止まる事態となった。2019年2月現在も B 型肝炎ワクチンの製造供給に影響が出ている。一時資料による。 可決権時代の歴史については可決権の記事を参照。一時情報による可決権の製品製造を受け継いだため、多くのシングルサプライ製品を持ち、日本市場を独占している商品が多数ある。また、特定疾患に対する治療薬、オーハンドラックの指定を8商品で受けている。臨床検査センターでは、可決権時代の1977年から実施主体である。 各自治体から新生児マススクリーニングを受託し、39年間で300万人を超える新生児の検査を行ってきた。現在は熊本県、熊本市、福岡県、福岡市、北九州市、佐賀県の6自治体より、合わせて年間約7万人の検査を委託されている。ありがとうございます。